こちらは僕の妹で最も重要なアシスタントのリネットです。さあ、みんなに挨拶。こんにちは。眠そうに見えますが、こう見えて緊張してるんですよ。好きに言うといいわ。皆さん、こう思っていませんか？自由に。ならばここに約束いたしましょう。私もリネットもすでに神の目を外しました。なるほどな。いわゆるマジックと魔法。もう待ちきれないという皆さんのために早速幕開けとしましょう。どうか寂しがらないで、少しの我慢。あ、それから瞬きのタイミングは慎重に選ぶこと。マジシャンの極意は、有から無へ、無から有へ、千変万化を成し遂げること。近頃の観客はみんな伝統的なマジックなんてとうに見飽きている。僕が唯一無二であると証明するにはどうすればいい？ここで難題を一つ。注目の中、この水の牢獄から妹の姿を消してみせましょう。そう難しくはない。人を泡に変え脱出させるだけ。道具の点検はあれほどしとけって。蓋が閉まれば空気でさえ出られない。初心者なら大慌てのところだ。幸い舞台にいるのはこの僕。真の実力をお見せしましょう。リネット、まだいるかい？あんまり離れないで、魔力が尽きたらバレちゃう。うん、ただいま。私たちに簡単に見破られてしまうくらいなら、彼の技術もまだまだ鍛錬が必要ということになってしまう。マジックを鑑賞するときは、恋に隠された手法よりも舞台が織りなす過程に目を向けるべきだ。確かにな。リネットが出てきたときはびっくりしたぞ。本当にすごいぜ。ありがとうございます。こちらのパフォーマンスにはご満足いただけましたか？しかし、この不思議な旅はまだ終わりません。これよりもさらに驚くような瞬間を用意していますよ。転移と消失のマジックはまだまだ進化するんです。皆さん、水槽脱出のマジックは一切の隙もないように見えたけど、
結局リネットが相手だったから成功したんだなんて思っていませんか？リネットが助手であれば事前に準備する時間は十分にあると。ならば次のマジックはここにいる幸運なお客さんに手伝ってもらいましょう。さあ魔力に満ちた箱を舞台へ持ってきて。さて箱は全部で2つあります。一つはここに、もう一つは観客席中央の通路に。勘の鋭いお客さんはすでにお気づきでしょう。そう、次のマジックは入れ替わりです。選ばれたラッキーなお客さんには僕がこちらの箱に入るのと同時にあちらの箱に入ってもらいます。そして1分後お互いの箱から姿を現してみせましょう。皆さん、僕が細工できないよう視界の箱。うわ、どうやってやるんだ？な、リネって本当に魔術が使えるんじゃないのか？ラッキーなお客さんが誰になるかはこの機械は完全にランダム。では始めますよ。どれどれ、ああ第7列3番目のお客さん、おめでとう。さあ彼女をマジック箱のそばへ連れてきてくれるかい？箱の中の空間が狭くてごめんね。でもその代わり緊張がほぐ、あなたは何もしなくて大丈夫です。途中で何か不思議な感覚になったとしても絶対に出てこないで。マジックが中断されてしまえばあなたがどこに現れるか僕にも分かりません。気がついたらメロピデ要塞にいたなんてこともある。ええー、さて箱に入る前に60、59、58というふうに一つずつ数えてください。暗い箱の中では何も見えませんから皆さんの声だけが、意地悪はなしですよ。30秒で60回を数え切ってしまわれては僕も困っちゃいます。そんなこと言われたら逆に早めに数えたく。おっと皆さん、だいぶ意地悪な60、そうそうそのスピードです。54、ヌビレットは数えないのか？私は心の中で数えよう。観客のこれは身分と性格によるところだ。そっか、真面目な表情だったから。40、39、3。リネさんいるか？準備は。慌てないで、今魔力の方向どこか変な場所、例えば観客席の上に出て落ちちゃったり。なんかリネのやつ全然急いでる感じがないよ。ん？何の音だ？な、聞こえたか？25。どういうことだ？リネさん、まだ箱の中にいるのか？うっかり装飾を落としちゃってね。直そうとしたんだけど中が、ま、もう時間がない。装飾なんて。それはダメだよ、パフォーマンスに欠陥があって。19、18。やれやれ、予想外の。なんだかカウントダウンがどんどん早くなってきてる気がしますが、いいでしょう。一つ一つあと十数秒。準備はほぼ完了。いや、二人の位置を入れ替えるのは大掛かりだね。僕みたいな熟練の魔術師でも一回で成功できるかどうか。ねね、僕は後ろに行けた。箱の中は同じだからわからないや。え、また失敗。ね、もう一度。ちょっと待ってて。もう。
これもマジックの一環？リネさん、ここから舞台が元に戻るんですよね。なんてことだ。まさかこれ本当に事故なのか？箱の中にはまだ人がいる。公演中止だ。医療スタッフは私についてこい。警察隊は現場を保護し、すべての出演者を抑えろ。歌劇場の出入り口も一時的に封鎖する。その通りだ。事故なら原因を特定しなければ、事故じゃなかったらその時は正義の神の審判は免れない。君たちも慌てなくていい。何が起こったのかはすぐ把握できるだろう。不幸なことに、マジックボックスにいた人はすでに息を引き取っていた。死者の名はコーウェル。リネ魔術団のアシスタントの一人だ。舞台上の花火が水槽上部のロープに引火したことが水槽墜落の直接の原因となった。なぜ箱の中にいたのが選ばれた観客でなくコーウェルだったのかについては、まだ原因を突き止められていない。だが警察隊が捜索したところ、あの少女は蒸発したかのように行方知れずになった。こうなればもう単なる舞台の事故とは言えない。連続少女失踪事件に属する一連の事件とも多くの特徴が一致している。連続少女失踪事件？連続少女失踪事件ってシャルロットが言ってたあの事件のことだよな。わかったわかったよ。一目で見通せる謎を目玉にしてくれるとは、僕たちも見くびられたものだね。腕の立つ全能の魔術師リネ君こそが連続少女失踪事件の首謀者じゃないのか？どうして僕が？これは完全なアクシデントだ。全てはマジックショーの最中に起こったことだ。少女が選ばれて消えたことも、君のアシスタントが帰らぬ人になったことも、今にして思えば前置きの有から無へ、無から有へは一種の挑発だったわけか。嘘だろ？本当にリネなのか？でもこいつはずっと舞台上の箱の中からオイラたちに話しかけ続けてたんだぞ。それにこいつは出会った時から連続少女失踪事件の犯人を捕まえたいって言ってたんだ。自分を捕まえたいだなんておかしいだろ。言い争いはそこまでだ、フリーナ殿。今の発言はリネ君やその仲間に対する告発と受け取ってよろしいか？え？僕はただ彼のことを。告発について話すには時期尚早じゃ。フリーナ様の推理、確かに理にかなっています。自らトリックの裏に隠された誘拐と殺害の事実を一言でズバリと言ってのけるとは。さ、古本、その当たり前だろう。見えすいた真相より目の前の相手の方が僕を興奮させてくれるんだ。さて、そこの異教の旅人よ、君は手を差し伸べるんだろう？この前はリネ君に大いに助けられたはずだからね。なら問題ないね。諸君、実はこの旅人と初めて対面した時に、僕らはすでに一度対決を行っているんだ。それがまさかリネ君の助けで引き分けになってしまうとはね。ふん、引き分けというのは一番つまらない。いずれ必ず君との決着はつく。そのクライマックスが遅かれ早かれ訪れるとするなら、歌劇のフィナーレにこそふさわしい。あいつ、あの時負けたよな。よかろう、告発成立だ。告発があれば審判するのみ。旅人、フリーナ殿は君を相手として見ている。彼女の大げさな言い方は置いておくとして、君自身の意見を聞こう。君はリネ君の味方となって彼を擁護し、
彼の代理人になる気はあるか。わかった。審判は明日歌劇場で執り行う予定だ。双方自由に事件を調査し真相を究明するがいい。リネ君と彼の魔術団には当事者として全員歌劇場で待機してもらう必要がある。残りの観客は警察隊の確認が取れ次第順番に退出してくれ。一日はあっという間に過ぎゆくものだ。名高き大物の君が一体どんな波を巻き起こせるか心から楽しませてもらうよ。